はい、始まりました、あやきチャンネル。今日はモスバーガーに来ました。モスのエビ天明太味、新しいのが出てるのでこれを食べてみたいと思います。それでは行ってみたいと思います。こんな感じです。じゃあ早速いただきます。明太だよね。あ、いやでも入ってる。まあね、明太感はあんまりないね。うん、かき揚げ一緒にさ食って、なんかもうほんとご飯食ってる感じ。はい、今回は欲張りエビ天、エビ天明太食べてみましたけど、かき揚げの方がねちょっと勝っちゃったから、あの明太感はちょっとだったかな、ちょっと残念ですけど。ということで以上、エビチャンネルでした。